やらざるを得ない環境に身を置く、これ超重要です。まずその自分を限界を突破するっていう時に勉強するっていうのは当然そうなんですけど、それ以前に大前提で3つ大事なことがあるんですよ。まずですね、きついなって毎日思ってるぐらいじゃないとダメってことです。きついっていうのは疲れたし、なんか頭痛いしだるいなってぐらい、要はそれぐらい今までのアパレルの時もそう、アフィリエイトの時もそう、いつもなんかだるかった、疲れ切って肩が痛いし、受験勉強も死ぬかなと思った、本当にきついって毎日思ってました。きついって思ってない人はちょっと甘いですよ、成長する過程できついって思わないんだったら。で、本当にずっと働いてました。きついって思うけど、でも一番成長したのは私かもしれない、もしかしたら。それぐらいみんなに教えるためにも値動き見てますしね。そうですよね、全部自分のトレードを言葉にしなきゃいけないわけですから。だけどすげえ良かったですよ。いつもやっぱそう、きついなって思う毎日を繰り返してると、本当結果数ヶ月した時に振り返ると、あ、良かったなって、本当成長したなって、進んだなって思えるんですよ。本当に泣くぐらいじゃないとダメなんですよ、本当はきついって思うって。なんか一回自暴自棄になりそうなぐらいまでやらないとダメなんで、これは覚えておいた方がいいです。これが適度な負荷ってやつです。だけどほら、帰ってこれないほど精神状態がやばい状態になっちゃったりしたら困りますよ。だけどそれって借金とかでじゃない限り、その勉強してて前向きに努力してる時に帰ってこれないほど挫折感が半端じゃなくなるかっていったら、そこまではいかないと思うんですよ。だから適度な負荷っていうのを覚えてください。きついって思うぐらいの毎日にした方がいいと。どうせ来るんですよ、将来なんて。それでどうせまた元気になるんですよ。だったらやり込んだ方がいいっていうね、この論でいつも言ってますけど、本当いつもそう思ってるんで。だから単純に努力がなんか納得できるんですよね。で、2つ目なんですけど、やらざるを得ない環境に身を置く、これ超重要です。やらざるを得ない環境って、今まで私全部そうだったんですけど、高校辞めたからやらざるを得ないじゃないですか。仕事せざるを得ないですよね、警察のお世話になって塀の中にねいるから、なんか考えざるを得ないんですよ。内省して反省してね、涙流しました一回。それで勉強とかも、本も読んだ、やることないし、それしかできないからやらざるを得ないんですよ、本を読むとかを。そうですよね、内省をするって、外にいてはっちゃけてたら一生反省できないことを頭冷やして反省できるんですよ。強制的ないい環境ですよね。でさらに予備校飛び込んじゃって、もう宣言してね、周りにも全部切ってるんで戻る場所ないんですよ。非行少年の世界にも戻る場所ないし、早稲田行くしかないって思ったんですよ。本当死ぬ覚悟でやりましたからね。これで1回でもし落ちたらもうやめると、だけどもう帰る場所はないと思えと自分に聞かせてました。やるざるを得ないんですよ、予備校入っちゃったから。自習室にこもって、あとは全部家、毎日毎日それとの往復で、行き来は二宮金次郎、薪をね背負いながらね、書物を読んでる二宮金次郎を想像しながらね、参考書を読んで、で集中しすぎてね壁にぶつかると、もうまさに二宮金次郎だなと思ってね、自分をリスペクトしてましたけど、それぐらいやってましたよ。